やめたくなったりしたことないんですか？いや、何度もあるよ。一度もないとは言わないよ。全然。多分一度もないって言えたら一番いいんだろうけど、あるある普通に。でも、なんかこれ以外にやりたいこともないし、なんなら私がやりたかったのは歌だったから、今の環境ってもうすごい恵まれてるし、後輩ちゃんたちも、なんか、最初仲良くできなかったらどうしようと思ったけど、みんないい子で、普通にご飯行くぐらい仲良くなってる子もいるし、歴代マネさんが多分私より熱い気持ちで、私をサポートしてくれてるのも知ってるから、いろいろ考えた結果、やっぱりここがいいなって思ったって感じ。やっぱね、最初だよね、辞めたくなったのは。なんか伸びなかった時期って長いから、私。言って多分2018年のそのさ、太陽系デスコの歌ってみたあたりまでは、知られてもなかったし、それこそ1000人来たらびっくり。普通は2、300人みたいな時じゃん。で、その後は、いろいろあったけど、なんか、やっぱ今度は、なんか忙しすぎて、なんか自分の普段の生活とのこう、調整ができてない時期だから、自分のさ、時間がなくなりすぎると辛くなるんだよね。きついなぁ、みたいな。あ、なんか、普通の生活したいなって思っちゃいすった時期があって、後輩ちゃんができたことで、なんか、得意分野に特化できたっていうのがあって、余裕が生まれたかなって思う。なんか自分らしく頑張れるというか、なんか自分っぽくっていうか、そういうのきつくなくなったというか、もうやめようっていう感覚を全く感じなくなったのは、やっぱこうやって今みたいに家でもいろいろできるようになってからかなと思う。コメントもさ、増えていくじゃん。やっぱ見てくれる人が多いと、その増えていくって私にとってはパワーで、ああ私はまだ頑張れると思うし、そういう気持ちがいっぱい生まれて、あ、もっともっともっとっていう気持ちに今はなってるから、なんかさっき言ってた、やめたいと思ったことないのっていうやつに対する答えとしては、初期はあったけど今は全くないってことや。そうでしょ。やったねやったね。バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らないピアン、ド M だね。 You are 変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、ピアン